する。あ、でもそう、ウイ先生のさ、うん、なんか描く衣装がマジで可愛いよね。そう、めっちゃいつもあの、恥ずかしい恥ずかしい。え、先生だってなんか褒められるとさ、ちょっと様子おかしくなりますけど、普段なんか、よほど褒められ慣れてない。こういうことある。いや、慣れてないよ、そりゃ。褒められないもんね、別に。絵描いてる。絵描き、絵褒めら、褒められへんからね。そうなの？なんで？そうなの？褒められないよ。褒められない。でも全然それが普通だと思ってるからな、うん、ね、そう、うん、褒められないんだ、なんで書いてるわけでもないしな、褒められるとおかしくなるから、ね、ね、おかしくなる調子が狂うのかと思ってるんだよ、ね、終わってからにしてくださいって、わかる、絵止まったもんね、さっき、え、例えばさ、そう、お仕事でオファーがあったとしてこう提出してなんかめっちゃ褒められるみたいなないんですか？なんか受け取った報告しか来なくない？そうなの？そう、うん、何を褒めてくれますよ。いや、めっちゃ褒めますよ。先生褒めてくれる、ね、なんだろう、感想を伝えた方がよろしいかしらというか、感想伝えたいタイプなんですよね、私は。わかる、私もそうなんよな。VTuber さんは基本ね、デザインがね、あの、やっぱ豪華やからね。そうなんですよね。確かに特徴。見てください、ハネルのこのシンプルな姿を。やめなさい。私が一生懸命用意してくれたのよ。いや、私めっちゃ好きやけどね。シンプルでね、記号的にわかりやすいデザインが一番優秀なデザインだからね。豪華にしよう、豪華にしようって今、そうそう、ソシャゲの絵みたいになってきてね、みんな。いやー、確かにみんな豪華すぎるとさ、ファーッと描けなくない？いや、そうはね、そうはね、そうはね、そう、そう、衣装難しいとファーッと描かれにくいって言うもんね。うん、そう、塩梅がね、難しいよね。だんだんシンプルなのが好きになっていっちゃうんですよね、描いてるし。わかる。へぇー、そうなんですよね。可愛い女の子になるとみんな急に本気を出し始める。確かに本気ですからね。なんか男だとね、まあこの程度で、ね、興味なすぎだろ男。誰がいけないなって。誰だか分かる。前元の時の手の抜き方やばかったからね。ものすごいリーダーだよ。確かに。確かに。やってないもんな。確かに、ウイママンの描いた前元、目が点じゃなかった時ないんだよな。毎回点なんだ。変じゃん、素朴で。男の時絶対点で描かれてる。やっぱ、可愛い女の子描く時一番楽しいですか？いや、もちろん。いや、もちろん。いや、ね、そうですね。うん、おっさんとか仕事で描くことありますか？ないな、ない。あ、ラノベとかくらい。ラノベでしたね。ラノベのキャラデザート。ああ、なるほど。メインではなかなかないよね。そうだよね。うん、おじさんが上手い絵師さんの方に多分依頼が行くよね。ああ、なるほど。適材適所。確かに